マーマレード SDK は IDWorks3D Limited が開発し、ライセンス提供するクロスプラットフォーム対応のソフトウェア開発キットであり、主にモバイル端末向けのアプリを開発、テスト、展開するためのライブラリー、サンプル、ドキュメント、ツールが含まる。マーマレード SDK はかつて a p p l e y SDK という名称で提供されていたが、2011年6月の バージョン5.0例のリリースからリブランドされた。本 SDK は IDWorks3D 社内でモバイル端末向けのゲームを開発するためにもともと内製ライブラリーとして活用されていたもので後に製品化された。マーマレード SDK 設計の根底はライトワンス、ラン e l i n というもので異なるプラットフォーム向けの API を使用して 異なるプログラミング言語でそれぞれ書き直すのではなく単一のコードベースからコンパイルし全ての対応プラットフォームへの展開を実現するこのため各プラットフォームのコア API に対して抽象化レイヤーとして機能する C、C ベースの API を提供している2012年9月には Web Marmalade がリリースされたこれは同様にライトワン ランエニウェアの特色を持つライブラリー群から構成され HTML 5 CSS さん及び JavaScript 開発に対応したもので加速度センサや GPS データなどモバイル端末の機能を活用できる API が提供された。マーマレードは2013年2月にラジアンシステムマーマレードクイックをリリースした。このマーマレードクイックは マーマレード SDK の上にハイレベルライブラリー群を提供するものでプログラマーに短期間でゲームやアプリ開発を可能にするスクリプト言語ルーアに対応した。マーマレード SDK を使用するにあたってはライセンスを購入する必要がある。展開プラットフォームの違いや技術サポートのレベルにおける違いによって4種類のライセンスが存在する。 SDK がインストールされた各コンピュータ端末にそれぞれライセンスが必要となる。ライセンスのレベルは低コストから順に次のようになる。マーマレード SDK は次のプラットフォームへのアプリ展開に対応している。実際に展開可能なプラットフォームは取得したライセンスレベルによって異なる。主製品のマーマレード SDK は次の2つの層から構成されている。 マーマレードシステムと呼ばれるローレベル C 言語 API は抽象化レイヤーを提供しメモリ管理、ファイルアクセス、タイマー、ネットワーク機能、各種 IF およびサウンド、ビデオ出力などの端末機能にプログラマがアクセスできるようにする。マーマレードスタジオと呼ばれる CAPI は 2D、3D グラフィックス描画などの機能を提供します。また、 拡張可能なリソース管理システムと HTTP ネットワーク機能も含まれる。マーマレード SDK はモバイル端末のグラフィックス描画機能に o p ン n g l e s a p i を直接使用するか、もしくはマーマレードスタジオ層のミドルウェアを介してアクセスすることができる。マーマレードスタジオはビットマップや 3D モデルデータ等のグラフィックスリソースのロード及び描画の機能を提供する。 オパングル ES を直接使用する場合には、これら機能はデベロッパー側で別途実装する必要がある。マーマレードスタジオはオートデスク 3DS Max およびオートデスク、マヤ用のエクスポータープラグインを提供し、これらの 3D パッケージで作成した 3D モデルやアニメーションをアプリ内で使用することができる。また、描画専用のハードウェアを搭載していない比較的、 古い端末対応にはソフトウェア描画処理オプションが提供されていますが、これはすでにレガシーモジュールという位置づけになっている。SE 効果音や音楽の出力にはローレベルマーマレードシステム API が圧縮オーディオやビデオフォーマットのデータを再生する機能を提供する。マーマレードシステムにはマルチチャネル対応のサウンドミキサー機能があり、 複数チャンネルの非圧縮サンプル音源をピッチ及びボリューム制御を各チャンネルに対して行い同時再生することができる。ありがとうございます。